持ってきて、まさかまだ仕事するつもりじゃないだろうな。だよな、休憩中って言ったらいつもお前の演奏だもんな。あ、そうだ、みんなも聞いていきなよ。最高なんだぜこいつの演奏。そのうち絶対ビッグになるやつだからよ、みんなもぜひ聞いててくれ。なんか物騒だな。そうそう、そういえば昨日この近くの博物館で宝石が盗まれたらしいんだよ。なんでもルパン三世って世界的に有名な泥棒が高価な宝石を盗んだって話なんだ。みんなはルパン三世って知ってるか。はーい。お、やっぱ有名なんだな。みんなも気をつけるんだぞ。って言ってもルパン三世が盗みそうなもんはみんな持ってねえが、ま、俺たちも持ってねえんだけどな。それじゃあみんなゆっくり聞いててくれ。さあみんなで一緒に盛り上がっていくぞ。さっさと飯だ。もうせっかちなんだから。俺見ろ、ボタボタしてるからだよ。銭形のとっつぁん、よっよっ。銭形警部、本当にルパンたちはまだこの町にいるんですかね。いる、ルパンは必ずこの町のどこかにいる。バレてんじゃねえか。相変わらずとっつぁんは鼻が利くね。どうする、ルパン、この町とお騒がするか。いいえ、ここまで来てあの絶品スパゲティを食わずに帰れるかっつうの。じゃあどうすんだ。そうだな、隠れて様子でも見るか。なんだそれ。すみません、昨夜この近くで宝石が盗まれたんですが、ルパン三世という男はご存知ですか。ご存知ですか。この顔の男に間違いはないですか。どこかで見かけたりはしないですか。いけないですか。わかりました。ではこちらは差し上げますので、もしルパン三世を見かけたら私にご連絡をお願いします。ご協力ありがとうございます。ケム、やっぱりもうこの町にはいないと思いますよ。昨日の事件からもう半日も経ちますから、今頃遠くまで逃げてますよ。いや、奴は必ず近くにいる。俺の刑事の勘がそう言っている。なんであんたたち警察か。 ICPO の銭形と言います。あんたたちも聞いていきなよ。
すみません、私たち勤務中ですので。いいですな。皆さんお楽しみのところをお邪魔してしまったようですね。何でも好きな曲言ってみな。え？リクエストだよ。私演歌以外は苦手でして。そうだ、私のイメージにぴったりの曲をお願いできますか。本当にぴったりか。変わった注文だな。できるか。たくさんいるんですよ。私たちはこれで行くぞ。マイシマ。はい。大事なことも聞いてないんだよな。ルパン三世を見かけてないですか。いや見てないな。ありがとうございます。もし見かけたらご連絡をお願いします。行ったか。みたいだ。藤子、なんでここに。だって昨日あなたが盗んだ宝石、どう考えても私の方が似合うでしょ。そりゃそうさ。すげえ物品さんだな。私にプレゼントしてよ。ダメ。わーお、プレゼントしちゃおうかな。いやー、おいちょっとくらじいさん、何羨ましいことやってんだ。わしはな、じいさんはじいさんでも女にモテモテのじいさんなんじゃ。わかるか。見た目からは少しもわからねえよ。盗みで決着つけようって言ったのは藤子だろう。諦めな。あら、そんなこと言ったかしら。やだ、何するのよ。ちっちゃい、昼間から何やってんだ。違う、触ってない、触ってない。ねえ、ルパン。あ、うわ、今ルパンって言わなかったか。そう、ショパン、ショパン。わしは音楽が好きでな、ショパンと呼ばれてるんじゃ。なんかショパンか。ルパンって言ったらの世界的な泥棒だもんな。びっくりしたぜ、もう。助けて、ルパン。ルパン三世、宝石を渡してもらおうか。いや、めちゃめちゃルパンって言ってるじゃないか。あー、もう面倒増やしやがって。バレちまっちゃあしょうがねえ。次元大して妙な動きはするな。ったく、俺はうまい飯を食いたいだけなんだ。ならさっさと宝石を渡して飯でも何でも行ってきな。一体何するのよ。さあ渡してもらおうか。藤子なんてほっとけ。助けて、ルパン。わかった、ほらよ。おい、ルパン。藤子が人質じゃしょうがねえだろ。懲りない男だぜ。さあ、藤子を話してもらおうか。ルパン、プレゼントは確かにいただいたわ。なぬ。ほら、ヤンコちゃん。藤子、そいつら仲間だったのか。あら、それが何か。あ、もしもし、さっきの刑事さんが今目の前にいるルパン三世と資源大介がいるんだ。だからさっきの工事現場だよ。もう
しくするなっつうの。こいつは俺の獲物だ。昨日の続きといこうか、藤子。できてるんだろうな。もちろん本気よ。ヘイホアルフェン、おっさん、シートばかり来るのが早すぎるんじゃないの。ケル、ミネ、フジコもいます。もう絶対勝った、邪魔しないでよ。ジョッゼ、何をする。今俺たちを狙いやがったぞ。もし狙ってたなら今頃あの世だ。少し離れてない。そうだ、そこで最高の音楽を頼むぜ。スタートよ。行くぜ。
まらぬものを切ってしまった。よう、ごえもん、遅かったじゃねえか。すまぬ、地下鉄の行き先がわからぬ、走ってまいった。ごえもんらしいな、おい、後ろ。よそ見してんじゃねえぞ。かたじけない。いいけどだよ。藤子、チェックメイトだ。この勝負は私の負けみたいね。はい。なんだ。おいおい、こんな簡単な手に引っかかるなんてらしくないわよ。ちょっと待て藤子、そいつは。待てと言われて待つほど素直な女じゃないの。じゃあね、ルッパン。うわ、困った藤子ちゃん。簡単な手に引っかかるなんてらしくないぜ藤子。本物のネックレスはお前が来た時ここに隠したのさ。俺のポケットにそんな高価なものが。おいルパン。ああ、逮捕だルパン。ルッツァ、生きてたのか。お前を捕まえるまで俺は死ねん。ルッツァも懲りないね。それは最新式でお前専用の手錠だ。こんなの俺にとっちゃシャツのボタンも同じだぜ。おい待てルパン。邪魔して悪かったな、最高の演奏だったぜ。こいつはチップだ。おお、まだ行くのか。ありがとうな、また来いよ。ルパン、そっちは行き止まりだぜ。セブ、こっちから行けそうです。でかした。こんな手錠なんてな、ああしてこうして、ああ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 、捕まえました。俺ルパン、さっさと歩くんだ。ケブ、何ですかそれは。何って、うん、なんだこれは。おっさん、あばよ。待て、ルパン。俺たちもずらかるぜ。そっち。おっ、来た。今度はさ、必ず捕まえてやるからな。おっさん、俺様は世界中大泥棒だ。いつだって受けて立つぜ。世界中からお集まりのルパンファンの皆さん、今日は楽しかったぜ。じゃあな。どこに逃げようと必ず俺が見つけ出す。マイシマ、あとは頼んだぞ。皆さん、ここはまもなく現場検証のため封鎖されます。皆さんは慌てずに退去をお願いします。ご協力ありがとうございました。
お酒はみんな気をつけて。